はいどうも皆さんこんにちは、ムポンです。集まれ動物の森、今日は月曜日じゃない火曜日ですで、そう午前なんですよ。あ、どうしたの？そうだ、聞いてください。天気予報によると今夜は一年の珍しい流星群連発来るくねなんか日曜日らへんにもなんか流星群来ますみたいな言ってたような気がするんですけど、なんか今日もあるんですね。はははは、たくさんの流れ星が降り注ぐ水の音、想像しただけでもうっとりしちゃいます。あーはーはーはー、お時間があれば今夜は夜空を眺めてみてくださいね。それって何時ぐらいまであるんでしょう？なんかちょっとね、今ゲーム内の時間が現実よりもちょっとゆっくりなんですけど、最悪というかワンチャンね、明日の朝にでもなんかその流星群見れるんちゃうかなみたいなね、なんかそういうのも企んでるんですが、さあコツンじゃね、コツンじゃなくて昨日注文したもの、あーやらかした、昨日注文マイレージプログラムであれしか買ってないや、なんだっけ、灯台だけ買ったんだよね。はい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 、うん、ということでちょっとね、残念ながらリンゴの収集とかもすっかり忘れて生え放題になってるんですけど、あ、でもこれ逆に捉えると、1期生のリンゴと2期生のリンゴが同じタイミングで育つようになってるんで、ちょっとなんか収集しやすいなみたいなね、なんかそういうメリットもあるので、まあなんかいい感じに捉えておきましょう。でなんかオープニングでちらっと見えたアウトレイジがね、今日来てるみたいなんですけど、今日は虫取り？マームーさん、ご機嫌いかがでしょうか？おしゃべりしよう。今日は天気も良くて、まさしくお散歩日和ですね。現実ではちょっと雨なんですよ。なんですけど、まあ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 、なんかそこはまあ、特にね、現実とゲーム内、隔たりはあるんですけど、さあ、そう、午前というね、チャンスをね、今目の当たりにしてる状態なんで、早速株価なんか急激に上がってたりしないかという期待をしてるんですけど、いらっしゃいませ、たぬき書店ようこそ、どうもどうも、ムポさんいらっしゃいませ。そう、今日は午前と午後でね、株価チェックできそうなんですけど、今日の株価はめっちゃ下がってる、やばくない、やばくない、まあちょっと今は株価どうにもなんないのでそっとしておいて、これ何、なんかなんだこれ、電源タップみたいな、スイッチでございます。お値段は340ベル、何に使うのかよくわかんない、わかんないけどとりあえず買っとくか。なんか340ベルという、なんかここにしてたぬき商店でも屈指の安いなんかものなのに、なんかすごい飾り方が本気でなんかちょっといろいろと大変やなって感じがしたんですけど、これは着物、着物スタンド、あれ派手な着物スタンドと着物スタンド、なんか別で種類あるけど結構違うのかな、なんか見覚えはあるんですけど、たぬきショッピングで着物ので、着物すまで入れると多分出てくると思うんですよ。あー、豪華な着物スタンドと、あー確かになんかスタンドそのものもちょっと豪華ですね。なんかちょっと縁のところというか、なんかサイドのところとかね、なんかなんか飾りみたいな模様もついててかなり豪華なんですけど、っていうことはまあ通常の着物スタンドは言っちゃえばこれの劣化版みたいなところはあるんですけど、まあ風情はありますよといった感じなんで、まあ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 、ありがたく頂戴していただき、頂戴していきましょうか。で、これ何？これ。お化粧？ソーイングセットか。ソーイングセットってなんか、買ったよね。買ったっけ？買わなかったんだっけ？なんか、記憶にあるんですよ。あるんですけど、だんだん買ったのか買ってないのかがわかんなくなってくるところがあるんですけど、この辺ですよね。数勢。ソーイングセット買ってますね。じゃあまあ特にいらないのでそっとしておきましょうか。でこれはあれですよね、なんだっけ、クマの何ちゃんだっけ、なんかその辺も覚えてないけど、なんか無地のやつも買った記憶はある。クマのチビちゃん、あーチビちゃん持ってるや、1800ベル、うん、なんか値段もなんとなく覚えてたような気がするから、すごく見覚えがあるので、よしそっとしておこう。で午前なんで、午前は午前でなんか確か DIY のレシピ
もらえたと思うんで、今日ちょっとねなんかもう収集ばっかりになっちゃうんですけど、バネッサのお家とか今入れないの？ちょっと寄ってみる？あ、いる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 、コンコン。いやー、バネッサのお家初めて見れるよ、やったねどんな壁紙か覚えてないんですけど、あ、なんか木のやつ引いてるんですよね。あ、でアネッサとバネッサがいるネッサ同士でなんかあの心惹かれ合うのがあったんでしょうか。あんたもバネッサと喋りに来たんだね。だってさ、話に来たよ。ダチの家に呼ばれるとさ、そいつと仲良くなったって実感が湧いて嬉しくなるんだよね。ああ、まあ今日は勝手に押しかけたんだけど、だってさ、はあ、はあははあ、いやー、さすがのアネッサですね。なんかもうバネッサ来てまだ1週間も経ってないのにね、こんなところまで仲良くなっちゃうなんてって感じがするんですけど、さあバネッサも、あ、なんかBGM のテンポが変わった。今ちょうどアネッサさんも遊びに来てくれてるのよ。だわよ、おしゃべりしよう。私ラタンのサイドテーブルでいつもお肌の手入れをしているの。これサイドテーブル、そこにスキンケア用品を並べてゆっくりお肌と向き合うと癒しのひとときを過ごせるのよ。だわよと。 BGM でかくねグエグエってなってるけど、お気に入りのミュージックをかけて家事をすると苦手なことでも進みが早い気がするの。あ、確かになんかノリノリになってるとなんかあっという間に終わってる感じしますもんね。何事もね、リズムとノリでなんとかなっちゃうものなのかもしれないわよ。だわよと。はあ、はあははあ、これはアーバン系がかかっている。はあ、はあははあ、あー、なんか急に BGM 大きくなったで、あー、アネッサがなんか読んでるねあ、お片付けした。で、まあなんかバネッサとひとときを過ごしてか。で、なんか全体的にあれですね、ラタン系の家具ばっかりで統一されてる感じがしますね。はあ、はあははあ、で、ラタンのサイドテーブルとなんかもう一個サイドテーブルありますね。で、これはあれか、安定のお風呂場かな。で、お風呂場は一応なんかちょっと見えないようにオリエンタルななんかこの壁掛けで隠してやるとこの辺はあれですね、キザの誉れの家にこれありましたけど、なんかそれよりもなんかしっかりと配慮されてるような感じがしますね。で、キッチンがありますよと。水じゃーって出しとく。うん、はははは。で、アネッサはなんかもうちょっとうっとりしちゃってますねここの空間にすごい落ち着きを覚えてるんでしょうね。で、こんな感じでキッチンがあってと。はあ、はあははあ、まあなんかあれですね、シンプルながらにすごくなんか住み心地の良さそうっていうか、なんか夏場とかすごいなんか気持ち良さそうな家具が多いですね。はあ、はあははあ、これはあれなんかな、季節によって家具が違うとかもあったりするかはちょっとよくわかんないが、あら、ごきげんよう、話に来たよ、ゆっくりしていってね。お客様多い方が賑やかで嬉しいものだわよ。はあ、はあははあ、今度はどうしたのだわよ、なんか聞かせて。ムーポンさん、今期のレンドラーはあんまり見た記憶がないな。私は恋愛サスペンスノンフィクション、どんなジャンルの作品もどんとこいよ。ああ、ドラマが好きなんですね。レンドラ鑑賞はお金がかからない最高の趣味ね。だから壁掛け20インチは私の良き相棒ってわけだわよと。あれ、20インチあります？テレビある？あ、ある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 。全然アネッサのところにあるの気づかなかったと、まあなんかこんな感じのお家みたいなんでね。で、バネッサがすごいなんか横目で僕のことを見てるような気がするのは気のせいだろうかこっちに行くと、あ、視線が変わった。やっぱなんかすごいなんか見られてる感じがするね。そろそろちょっとなんかお邪魔な感じがしてきてるんで、ちょっと失礼しましょうか。ありがとう。いや、とはいえね、なんか横目にすごい見られてた感じはするけども、最後は見送ってくれますよと。はあ、はあははあ、で、そう、午前中にやらなきゃいけない、それは家具のリメイクじゃない DIY をしてる人を探すこと。あ、アップルが、アップルプレゼントした服着てないじゃん。ちょっとどうしたのねえ。ちゃお、元気、気に入らなかったのかな。キュルン、世間話でも。まだ微妙に眠くて目がしょぼしょぼするよ。もう一回洗ってこようかな。キュルン。はあ、はあははあ、もうお昼やからね、なんかそろそろといったところなんですけど、逆にお昼眠い説ありますよね。なんでまあ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 。で、キザの誉れがいるけど、さあ、なんか作ってない？ちょっとそれ目当てに来たよ、キザの誉れくん。
あ、作ってる。いいタイミングに来ましたね。おや、ムーポン君、Welcome to my home じゃない。何してんの？今はアイアンウッドクロック。あー、鉄と、鉄と木の時計ってこと？こないで夜空見てた時、なあ、降り注いできたと。な、アイアンウッドクロックの作り方をお願いします。やったぜ。あ、心配しないで。ちゃんとメモしてあるから、これさえ見れば大丈夫だからと。うん、相変わらずレシピくれますよと。うん、ぜひチャレンジしてみてね、じゃないと。よーし。今日も家具が増えて、ちょっとほっこりなんですけど。ふむふむ。これって何種類ぐらいあるんでしょうね。なんか1年で集まんのかとか。そんなレベルで不安になってきてるんですけど。アイアンウッドクロック。ああ、木と鉄って感じですね。真ん中にちょっと鉄使ってて、で、基本的には木で数字とかも書いてると。なんか、あれですね、すごく、なんて言うんだろう。なんか、素朴な感じの時計ですね。はあ、ははあ、まあなんか、合う雰囲気にも合いそうな感じがするんで、ありがたくいただいていきましょう。トゥルイーンと。で、そう、まあこの流れでね、こっちまで来てしまったならば、まあせっかくやから家具も一緒に取っていきましょうといったところなんですけど、あれ、ジンペイのお家、あ、なんか、窓閉まってると思ってた。普通にあれか、お留守番っていうか、お留守かと思ったけど、全然いそうですね。せっかくやからここまで来たし、挨拶をしていくか。あ、壁を見ながら本読んでる。遊びに来てくれたの？ゆっくりしててね。な、お話ししよう。昨日、ムーポン君が化石を掘り出したって聞いたけど、何の化石だったか。あー、今ね、まだ収納に直してるから、ちょっとそのうち鑑定しとくよ。島に化石が埋まってるなんて、ここにも恐竜がいたってことか。わー、会ってみたかったな。な、なあ。ジンペイは相変わらず無邪気ですね。うん。ちょっと険しい顔してたぞ、今。何の本読んでるんだろうね。今、一瞬だけ険しい顔してましたね。で、それ以降は、まあ、ふむふむといった感じで読んでますけど、読むペース早いね。速読の達人かな。やっほー、何のご用なの？な、世間話でも。フランク君のお誕生日、あ、そうなんや。それは知らんかった。いつ？来月の1日、1年に1回しかない記念日だから、みんなでお祝いしてあげたいな。な、あー、そうなんや。6月1日。だから、来週ですね。来週の頭か。まあまあまあ、覚えていたら。覚えていたら、まあ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 、お祝いしようかなと。そういった感じなんですけど、この辺にリンゴがすごくなってるが、さあ、化石があるなら掘りなさいという神の教えに従って、今日も化石を掘り出す。で、こっちのね、もう実質家具売り場みたいなね。家具売り場と化した、広葉樹、針葉樹なんですけど、揺すっていきましょうか。ゆさゆさ、ベル。ゆさゆさ、あ、ハチさんこんにちは。な、よし。3000ベル。うん。これも全然ベルよりも美味しいからね。しっかりと回収して、ゆさゆさ、ベル。100ベル。あ、100ベル。100ベル。あ、ベルが多いね、相変わらず。あ、ミスった。ゆさゆさ。うん、ベルですね。出ない。ちょっと、家具がね、2つ出るはずなんですけど、じらされてるね。さあさあ。うん、ベルばっかり。あと、木の枝と。木の枝すごい本数。木の枝ってこんなにたくさん出ましたっけ？なんかこんなになんか、密集して散らばってるイメージあんまないんですけど、ハチさんこんにちは。よし、目の前なんですぐに捕まえる。オッケー、3000ベル。よし、もうハチは最近ベルとしか認識してないからね。で、ゆさゆさして、お、来たー、ついに来たぞ、家具。さあ、何？ん？作業台じゃなくて、これか、アクセサリースタンドかぶったー。まあ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 。もしかしたらなんか柄違いかもしれない。わかんない。あ、ミスった。あえたい。なんでか知らないが連続で木を揺すってしまった。ちょっと向きがうまく変えれなかったんだけど、ハチさん回収して、いや、これリーチかかってしまったんで気をつけないとと言ったところなんですけど、まあね、気をつけるも何も、もう
お薬持ち歩いてないんでね、コスモスの種しか持ち歩いてないんで、まあ刺されたら刺されたでよろしくお願いしますよろしくじゃねえよみたいな感じなんですけど、さあ、いやーちょっとヒヤヒヤするね。いやもう久しぶりになんか刺されたような気がするんで、さあさあさあ、あ、来た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 、スープジャー、あースープジャーもかぶったような気がするな。これ鍋みたいなやつでしょ。あーかぶりましたね。まあしょうがない。じゃあはしご登って、また家具があるので回収しなさいと言ったところなんですけど、さあ家具じゃねえや、そう化石があるなら掘りなさいという神の教えに従って、これ揺すっていくか。83だったら3000ベルだもんね。よし83こんにちは、3000ベル、よしやったぜ。うん、ちゃんと今回は捕まえたんでね、ありがたくいただいておきましょう。で残骸もいただいて、でそう、あそこなんだっけ、あのたぬきマイレージプログラムでね、また灯台を補充したので、ちゃんと灯台返しに行きたいなといったところなんですけど、確かこの辺に置いてたよね。どんな感じだっけ、なんか多分ちょっと上この辺に飾る。うんうん、なんかちょうどこの辺やったような気がするから、うん、いい感じに置けたんじゃないね。うん、じゃあまあまあこれはこれでそっとしておきましょうか。さあじゃあちょっと蜂に刺されちゃったんで、またお薬を飲みに帰りたいが、なんかこの辺の空間もなんかいい感じに飾りたいよね。なんかヤシの木ばっかりなってるけど、ここの上ってなんか置けるの？あ、ちゃんと飾れるか。ここってなんでこんな感じで桟橋があるの？なんか使えるんかな？あ、でメッセージボトル来てんの気づかなかった。ありがとう。いただいていく。ボトル開ける。このボトルを拾われた方へ、読書が大好きな私が今読んでいる物語をイメージした DIY のレシピを考えたんです。誰かにも作ってもらいたいので、レシピを海に流すことにしました。作ってもらえたら嬉しいです。ハンドメイド大好きサリー。レシピゲット。桃の傘持ってたような気がする。あら。なんかしかも最近割と今週ぐらいに入って手に入れたような気がするんで、まあ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 。そもそも桃を手に入らないから関係ないよねみたいなそういうね悲しいことはちょっと置いといて、ここなんとかしたいよね。なんか釣り堀みたいな。いやー、ここに来てクーラーボックスをてっちゃんにあげたのがちょっと悔やまれることになってるような気がせんでもないんですけど、釣り竿この辺に飾る。うんね、いいんじゃない、いいんじゃない。やっぱなんか桟橋といえば釣りみたいなね、なんかそういうイメージが個人的にあるので、なんかねどうしよっかな、なんか釣りの屋台みたいな、なんかそういうの、釣りの屋台ってなんか変か、なんか釣りスポットっぽいですよみたいな、なんかそういうのをちょっとうまく表現したいなといったところなんですけど、どうしようかな、なんかいい感じのないかな、なんかとりあえずテトラポットこの辺に置きたいなみたいなところが内心ちょっとあるんで、あ、でも材料が石がないね、石ないわ、珍しいね、石ないの珍しいけど、ちょっとどうしよっかな、いまいちちょっとピンときてないところが割と泣きにしろあらずみたいな感じなんですけど、釣り竿はしっかりここに収納される。釣り堀、あー OKOK、 なんか釣りに良さそうなのが、そう、相変わらずあの椅子をねあの椅子に頼るのかといった感じではあるんですけど、ちょっと家具取りに帰りましょうか。さあダッシュして、なんか池の魚変わってたりしない？そんなことない？鯉かな、鯉の予感。さあピチョザバ、よし来た。なんだい鯉、あー安定の鯉ですね。まあまあまあ特にそれはよくて、回収して、で石拾って、
どうしよっかな。釣竿ちょっと多めに飾る。うん、釣竿と、なんだっけな、あのディレクターズチェア、あれがすごくなんか釣りのイメージがあるんで、うん、ディレクターズチェア持っていきましょうか。2個あるぞ。うん、いい感じに。あ、ポケットがいっぱいだよ。そんな持ってたっけ。あー、鯉と化石がすごくかさばってる。ちょっと待って、着物スタンドとかすぐに使わないから一旦収納して、スイッチも一旦収納する。で、作業台は使いそう。街灯持っていきたいな。ちょっと街灯も持っていきましょうか。で、化石収納する。で、スープジャーはいらない。で、アクセサリースタンドも一旦収納して、蜂の巣にしてやる。収納する。で、コスモスの種。うん。なあ、そう、コスモスの種で思い出したけど、レイジがなんか、ちょっと珍しいやつ売ってくれないかとちょっと思ってるんで、ちょっと種見に行くか、せっかくなんでね。それも忘れてた、レイジの存在すっかり忘れてたんですけど。で、手元にリボンがあったんで、そう、これね、なんだっけな、あのアップルにね、あげようかなって思ってたんだけど、アップルどっか行っちゃったね。なんかさっきまでこの辺にいて、なんかダッシュしてたんですけど、見当たらなくなってしまった。帰った？帰ってないよね。うん。ああ、見失ったな。まあ、なんか、なんだろうね。なんか前回、アップルにプレゼントした服と合わせると、なんかどうかなみたいな。なんかそんな感じで手に持ってたら、気づいたらあの服もう着なくなってたみたいなところがあるんで、まあ、なんか今渡してもちょっとみたいなところは、あるにはあるんですけど、まあまあまあ、見つけたら渡すぐらいの感じでいきましょうか。で、とりあえずレイジ、あ、ちょっとチリかけた、危ない。こんにちは、ムーポンさん、いらっしゃい。今日も来てくれてありがとうね。ツツジだよ。ツツジばっかりおすすめされる。まあ今の時期が多分ツツジのおすすめの時期なんやろうなって感じがするんですけど、ヒヤシンスユリ、ヒヤシンスとユリか。じゃあちょっとヒヤシンスとユリ買っちゃいましょうか。よし、たくさん買ったらなんか風船が飛んできたし、なんならアップルも近くをうろうろするようになったんで、ちょっといろいろとこなしていきたいんですけど、まずはなんかポッピンが先に来てしまったので、経済を回そうキャンペーンかな。うん、いやー、買ったね。で、マイルいただいて、あ、通り過ぎてる。ちょっと待って、ここピュン、よし。で、ポンと落ちてきて、プレゼント回収、これかな。プレゼント開ける。ユッカって何。あ、この辺には広場だから置けないねと。じゃあちょっとこっち側で置きたいが、なんかアップルがこの辺うろうろしてたんだけど、ちょっとどこ行った、消えた、消えましたか。いや、なんか今もうせっせとレイジのところで買い物してたら、あー、いた。アップルにリボンプレゼントしましょうか。うん、ムーポンちゃん、仮想メイクの練習でもしてるの？すごいリアルなんだけど。あ、蜂に刺されてんの忘れてた。え、蜂に刺されちゃったんだ。早くお薬飲んで治しなよ、キュルン。はあ、はあははあ、声かけてくれてサンキュー。あたいなんか用事、キュルン。おしゃべりしようじゃなくて、これいらない？あ、なになに、キュルン。リボン。はい。どうぞ。え、大きなリボン？これ、本当に値がもらっていいの？もちろん。じゃあ早速つけてみちゃおうと。キュルリン。あー、思ったよりなんか似合わんかもしれん。なんか、なんだろうね、耳とかぶってるような感じがするんですけど、本当ありがとうね。マジで狙ってたやつだったからさ、ゲットできて最高だよと。あははは。あ、現金か。なるほど。うん、いや別にいいよ。ああ結局現金はくれると。ははは。まあ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 、とりあえずなんかアップルにプレゼントして、うん、やっぱ違和感あるね。なんか耳が4つになったような感じがするんだけど、まあ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 、それはまあちょっと多分ジャージと合わないだけだから、うん、きっとそうだよ。そう信じましょう。で、ね、たぬき商店やってきて、ちょっとね、なんかそう、訳あって蜂がね、今たくさん手持ちにいるんで、蜂をちょっと
売ってしまいたいなといったところなんで、鉢と鯉を売りたいのと、桃の傘もレシピいらないや。はいはい、合計8000ベル売っちゃう。どうもどうも。うん、とりあえずあれですね、なんか低木代ぐらいにはなったかなって感じがするんですけど、お薬ください。とりあえず1個。うん、よし。で、一旦ないないしといて、そう、お薬もね、なんか DIY で作れるんだけど、なんかその都度雑草拾うのがめんどくさくてついついなんか何かのついでで、なんかもうお薬そのまま買っちゃいますね。で、お薬を飲んでスッキリさせて、で、手持ちも、スッキリさせて、で、ディレクターズチェアとかをね、持っていきたいなといったところなんですけど、さあ、ガチャリする。一旦帰ってきて、で、何が合うかな。ディレクターズチェアはまず合いそう。で、球根とかはちょっと今、とりあえずなんか、後で植えれたらいいなぐらいの感じで買ったんで、収納して、で、作業台、街灯、ああ、街灯もなんかもしかしたら置くかもみたいな感じですよね。で、ユッカって何？ああ、そういう系ね。なるほど。じゃあまあなんか、ちょっと、とりあえずポケット入れとくか。なんか、ちょっとすぐに使うかわかんないけど。で、そう、ディレクターズチェアがまた引き出せるので、ポケットへしまう。で、釣り竿をちょっと作りたいが、作業台また後でちょっと返しに行っとこう。オリエンタルなスクリーンとかはあってもしょうがないよね、多分。だから、どうだろうね。なんか合いそうなのが、バーベキューグリルとりあえず持っていっとく。なんかまあなんだかんだそこら辺で使えそうな感じはするんで。あ、ちょっと待って、スープジャーかぶったと思ったけど、なんかデザイン違い中身が違うぞ。多分コーンか、なんかなんだろうね、なんかよくわかんないや、よくわかんないスープになってたりと、なんかそういう違いもあんのか。へえ。で、水切りラックもなんか知らん間にかぶったことすらわかんなかったけど、なんかこんな感じで分かれてるんですね。いやー、家具っていろいろとバリエーションありますね。いや、これコンプリートはちょっと、きついなって感じなんですけど、なんか砂時計2個あるんだけど、なんでだ？わかんないや。なんか多分何も買わずに被ってないと信じて買ったんだろうなって感じがして、浅はかだなって感じしますね。で、ブリキのバケツなんか使い勝手良さそうなんで、これ持っていこうか。いや、どうしよっかな。なんかせっかくやから、DIY したバケツとか、なんかそういうのを使ってもいいような気はせんでもないが、木材、で、柔らか木材、で、石も拾って、こんなもんかな。とりあえず一通り。鉄鉱石はあったような気がするけど、ちょっとしかなかったような気がするから持っていこう。で、こんな感じで持って、レシピ見てみると、こんな感じですよね。なんかこの辺使えそうなのないかな。バンブー、鉄鉱石、竹のスピーカー。バンブードラム。って感じですね。とりあえず、なんだっけ、これ、消波ブロック。消波ブロックは2個また作ってもいいような気がするけど、なんか後々邪魔になりそうな気もするんだよね。だからちょっと置くかどうかは、一旦ちょっと考え直したいんですけど、そんな感じかな。で、釣り竿とかは、まあ、すぐに作れるので、作ってしまって、で、釣り竿飾って、で、バケツ作りますか、木製バケツ。まあ、ブリキのバケツあるから、それ飾るでいいような気はするけど、ちょっと置いてみて、なんかしっくり来なかったら、ちょっと変えてみるぐらいの感じでいいような気はする。あ、で、なんか丸太の杭すごく使えそうな予感がするんで、丸太の杭作って、なんかどっかにね、こう、突っ立てておきたいなといった感じなんで、よし、これでいこう。さあさあ、じゃあとりあえず、なんか、
なんとなく想像がちょっと膨らんできた感じがあるので、こんな感じで持っていって、で、ダッシュする、ダッシュする、で、やってくる、やってくる、して、で、なんかちっちゃい多分カエルか何かを走って逃がして、で、この辺で DIY をしたいなといったところなんで、作業台今2個あるから、作業台チェックして、まず釣り竿を作りましょうか。これ何順だ今なんでこっから始まったのかは知らないけど、まずしょぼい釣り竿でどんどんギコギコして、しょぼい釣り竿ができた。で釣り竿、どんどんギコギコ。あー、これなんかリメイクキットでせっかくやから、なんか違うデザインにしてもよかったような気もせんでもないが、まあ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 、とりあえずはこんな感じで持ってきて、でこの辺に飾る。ドーン。うん。あ、違う。トゥルンってして、あ、向きもこんな感じで変えれますよと。まあ、この向きかな。で、この辺に置いて、で、ディレクターズチェアを置きたいと。ディレクターズチェア。どうだろうね。ちょっと向きが斜めに置きたいなって感じがせんでもないんですよね。ないが、ちょっと待って。そもそもこの辺に置きたい。ここ。あ、ピンポイント。どうだ?ちょっと引いとく。うん、こんな感じで引いて、で、あー、ここになんか音響機器置きたいね、やっぱ。やから、あ、ちょっと待ってバンブー持ってきてないかもしれない。バンブー持ってきてなさそう。ないですか、ないですか、ないですか。いや、違う音響機器でもいいよ、いっそ。いやー、竹のスピーカー、やっぱバンブーいるね。よし、帰ってきたよ。何か作ろっかな。何か作る。竹のスピーカー。うん。これ初めてのメイクやけど。さあ、どんな感じ?大きい?ちっちゃい?そもそもそれがよくわかっていないが、とりあえずこの辺に置きたい。どれだ?竹のスピーカー。この辺に飾る。おー。ちら?あ、音楽流せるぞ、しかも。おー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。で、釣り竿をもう一本飾りたいので、この辺に飾る。あ、置ける場所がないよ。トゥ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 。この辺に飾る。あー、ちょっと待てよ。もうちょい手前。で、向きを変える。うん、こんな感じ。で、またチェアを置きたいので、端っこか。ディレクターズチェアと。うん。いいじゃん、いいじゃん。で、こんな感じに向きして、で、そう、ちょっとね、通れはしないんだけど、通れはしないんだけど、ちょっとね、なんか、それっぽい見た目に、ちょっとしちゃいます。で、バンブーはバンブー、バンブーはバンブー、あれ?ブリキの、なんかバケツみたいななかったっけ?あれ?ある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 。この辺に飾る。うん。とりあえず釣った魚はここに入れましょうみたいな。そんな感じでなんか二人で釣りに来てるようなね。そんななんか感じにしました。でなんか音楽もね、なんかそこで聴けるようにして、ノリノリになりながら、ちょっと話でもしながら釣りをするみたいな。いやー、いいじゃん、いいじゃん。僕自身はあんまりちょっと釣りとかね、あんま知らないんですけどね。あんま知らないんですけど、なんかこういうの見ると、いいなーって感じしますよね。で、街灯をとりあえずこの辺に飾っとく。うん。どうだろうね、そこ乗せる?あ、乗らない。そもそも階段の上には置けないか。どうだどうだどうだ。ちょっと待って。
街灯1個ぐらいこんな感じであってもいいかな。あー、なんか砂浜に生えてる方がなんかいいような気がしたから、こっちに飾るか。うん、ちょっと待って、もうちょっとこっち、うん、この辺に置いときましょうか。よし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 、なんかこいつらを起点に、なんかね、ちょっとこの辺のね、空間もちょっとね、今後いじっていければなっていう感じはするんですけど、じゃあまたね、次回動物の森でまたお会いできればなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。